皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。今週1週間終了となりました。日経平均力強い動きで、場中3万6000ところ到達。3万5963円で着地となりました。今日のデイトレード、皆さん、いかがでしたでしょうか。しっかりと利益確定できた方、ナイストレード、おめでとうございました。デイトレード用の注目銘柄についてですね、まだご登録していないという方は、今すぐ下の概要欄、リンク先クリックしていただきまして、メールアドレスぜひ登録してください。登録いただきますと、毎日無料にて、翌営業日用の我々が見ています。デイトレ専用注目銘柄をお送りしておりますので、皆さんのトレードの参考にしていただければと思います。では、今日の動画の内容は、来週月曜日用の注目銘柄についてお伝えしていきます。9つあります。9銘柄ほどありますので、一つ一つチャート解説をして進んでいきます。最後まで見逃さずご視聴いただけましたら幸いです。では早速一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、6627テラプローブ。台湾のパワーテックの子会社テラプローブですね。一段高プラス13.78%。力強い動きを今日見せました。7000円台で出来高54万6700円。普段それほど出来高多くはない銘柄となります。今日は強かったですね。7000円どころを突破していきました。まあ、終値ベースでも7500円どころとなっております。この動きですね。場中の動き、皆さんご覧になってた方、まあ、ちょっと激しく動く部分もありましたけれども、それでも支え入っていたということになります。来週月曜日、さらに今日付けた高値どころ7520円、1時6分付けたのが高値となります。それをさらにブレイクしていけるかどうかに注目をして、テラプローブ見ていきましょう。2つ目、6183ベルシステム。今日大きく伸びましたね。25日線を上に抜けてのギャップアップスタートからの一気に買い戻しが入ったというところですね。多くの方々が空売り。まあ、日商金ベース見ても0.00倍と。まあ、売り方の買い戻しを誘う。1段、2段、3段と上げていきました。今日の高値がですね、大引け直前、2時59分には1838円をつけております。まあ、直近高値をブレイクしているということになります。先月の高値ですね。流れとしては非常に良い形となっております。この勢いが明日、まあ、月曜日ですね、週明け月曜日を続くかどうかに注目をして、ベルシステム見ていきましょう。3つ目、4186、大岡工業、東京大岡工業ですね。また久々に出していきます。夏以来ということでしょうかね、大岡工業に関しては。3381円、8.95%のプラスとなりました。商いも入っていますね。今日は183万9000株ということで、今日は高値3388円、朝ですね、9時32分につけておりますが、大引けにかけてまた買われていきましたね。じわじわと買われていったというところになります。まあ、高値引けに近いような勢いで今日、大引けを迎えました。まあ、今日付けた高値どころ3388、3388円を来週月曜日、上にブレイクしていけるかどうかに注目をして、大岡工業を見ていきましょう。そして4つ目、6857アドバンテスト。日経平均採用銘柄となります。まあ、軒並みですね、半導体関連強かったということでありますけれども、今日は特にこのアドテスト強かったですね。日経の企業に大きく影響しております。5790円プラス8.20%。出来高、今月だけで見てもですね、2506万1200株となっております。まあ、1月入ってから2000株超えたのが、2000万株ですね。超えたのが初ということになります。まあ、去年はところどころありまして、4000万株超えている時もありましたけれども、また商い伴ってきました。ギャップアップ、売り物に押されましたけれども、しっかりと買い戻されて着地。下にややヒゲの長い商用線で着地をしているということになります。まあ、今日付けた高値のところですね、前場9時54分に今日の高値5857円をつけておりまして、その高値をブレイクしていけるかどうか、週明け月曜日見ていきましょう。5銘柄目、6961円プラスです。いよいよ12月高値を抜けてきました。14260円プラス7.54%。出来高は42万3100株ということですけれども、これでもじわじわとまた再び入ってきましたね。
流れ、勢い、上に抑えられていたものを再び突破したと。今日、とうとうブレイクしていたと。14,000 どころ終わりのベースで突破。強かったですね。7% 超上げたということになります。週明け、月曜日、今日つけた高値どころ14,390円。まあ、前場ですね、11時2分につけております。これをさらにブレイクしていけるかどうか。まあ、空売り勢が非常に多い銘柄となります。新大山だけで見てもですね、0.36 倍ということで、まあ、ずっとですね、去年から空売り勢が、まあ、暗躍といいますか、多かったんですけども、踏み上げということですね。日賞金ベースで見ると 0.03 倍ということで、0.1 倍も割っているほどの売り超銘柄となります。また、もう一段来週上げていくかどうか、まあ、踏み上げが行われるかどうかに注目をして、M プラス回戦略で見ていきましょう。6銘柄目、6625、ジャルコホールディングスです。また再び出していきます。まあ、300円どころ、ヒゲ突破しておりましたけれども、ヒゲつけておりましたが、今日一段高となりました。316円プラス 7.11%。出来高は300万7700株となっております。まあ、決算内容を交換した買い物が引き続き入っているという状況になります。今日つけた高値どころ319円を上にブレイクしていけるかどうか。注目をして、ジャルコも見ていきましょう。7銘柄目、8035、エレクトロン、東京エレクトロンになります。日経採用銘柄。強かったですね。下髭陽線28,230円、プラス 6.02%。出来高も入っています。566万6300株。今月、まあ、今年入ってからの大商いとなっております。今日付けた高値どころですね。大引け直前、2時59分には28,265円をつけておりますが、まあ、それをさらに抜けていけるかということで、こちらも注目をして、買い戦略で見ていきましょう。8銘柄目、7735、スクリーンホールディングス。こちらも日経採用銘柄となります。まあ、昨日、おとといと上髭をつけておりましたが、それをブレイク。今度逆に下髭陽線ということで着地をしております。しかも高値引け。13,625円。大引けにかけて、もう、でも売り方の買い戻しですよね。空売りのロスカットのようなものはじわじわ入ってきたということですね。新規の買いというよりは、売り方の買い戻しを誘いながらの上げというところですね。気をつけた13,625円をさらに来週ブレイクしていけるかどうかに注目をして、スクリーンホールディングス見ていきましょう。まあ、半導体から皆さんの期待に強いというところになります。そして最後、9銘柄目、6323、ローツェです。16,330円プラス780円。ギャップアップ後、売りに押されましたけれども、またこれも買い戻されながら、一段高となりました。プラス 5.01%。出来高64万8500株。今日つけた高値が5倍より5、12時32分に今日の高値、16,400円をつけております。こちらも大引けにかけてまた再び買い戻されていきました。強いですね。まあ、昨日の出来高ほどではありませんけれども、それでも入ってきております。もう一段の上げか入るか。まあ、16,000どころがサポートとなって、もう一段上げていくかどうかに注目をして、ローテ、回戦略で見ていきましょう。以上、9銘柄となります。まあ、すべてトレンドは上方向ということでですね、トレンドに沿った買い物が集まっていくかどうか、来週月曜日のデイトレ戦略、戦っていきましょう。この動画の内容を参考になった方は、ぜひ、いいねボタン押してください。また、皆さんの感想、一言、構いませんので、いただけたら幸いです。そして、翌日用の注目銘柄ですね、まだメール登録を行っていないという方は、今すぐ下の概要欄、リンク先クリックしていただきまして、登録してください。毎日無料にて、皆さんに翌日用のデイトレ注目銘柄をお届けいたします。ぜひ参考にしてください。では、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。来週月曜日以降、またデイトレ頑張っていきましょう。失礼いたします。